できるんかい。お待たせしました。お待たせしました。よいしょ。なんでできなかったんだろう。謎だったね。うん、怖かった。ね。できたー。よかったー。10分ぐらい経った。あ、やばい。ね、やばい。え、今どんな感じ？今、めっちゃ顔光っちゃうんですけど。光る。どうしよう。今、バケットの発光が、え、すごい。終わったとこです。え、すごい。あとは焼くだけ。すごい。よいしょ。私は、もうできてまーす。買った。え、フランスパン？そうです。フランスパン焼こうと思って。だよね。そう。なんかさ、一緒にはできないからさ、うん。せめて同じパンにしようかなと思って。うん。で、私がフランスパン買って、シェアリンに何パン焼く予定って聞いたら、フランスパンって言って。そう。すごくない？そうなんですよ。マジ一緒にしてた。なんかそういうさ、硬いパンって焼けるんだ。家で焼けます。ちょっとなんかむずいらしい、他のパンより。へえ、むずいらしい。らしい。何回か焼いたことあるけど、あんまり違いは分からなかった。すごっ、独学だもんね。そうです、パンはマジですごすぎ。焼かなくちゃ。じゃあ私もパンを焼きます。イエーイ。それは今日、うん、オープンサンドを作ります。え、同じくなんだけど。え？待って、やばくない？嘘。怖っ。すごっ。怖い。よいしょ。まずパンを250度に予熱して13分。13分で焼けちゃうんだ。そうなんです。意外。バターで焼きまーす。よいしょ。え、これってさ、コメントは違うんだっけ？コメントはそれぞれです。それぞれか。そう。バターでパン焼きまーす。焼きまーしょう。え、でもやだな、同じレシピのさやがオープンサンドめちゃくちゃ上に乗せるのサボるのバレるな。だって焼いてんだもん、パンを。私はパンをサボってるから。買った。え、美味しそう。え、めっちゃいい匂い。やば、最高。でもちょっとカミングアウトすると、うん、あの米粉フランスパンちょっと体にいいやつ、ちょっと違うでもさ、絶対さ米粉だけでパンって作れないよね。絶対ちょっとは入ってるよね。あ、でも米粉だけで作るパンもあるにはあります。え、できんの？そう、でもなんか膨らまないから。そうだよね。そう、なんかこう工夫してみたいな。やばい、バターじわじわ。2個でいくよ。いしょ。やっぱさ、手元って見せらんないよね。え、無理ですね。無理だよね。顔で伝えよう。前代未聞の料理配信。ホワイトソースも作ります。あー、最高。ホワイトソース大好き。え、わかる。うわ、うせ。私ホワイトソース大量に作って、いつも冷凍庫にいつでも使えるように入ってる。え、冷凍できんの？そう、冷凍できます。へえ。え、そうなんだ。解凍するとき失敗するとめっちゃ分離するけど。え、普通にさ、レンジでチンで解凍するってこと？そう。へえ。やったことない。よいしょ。あー、見せられないな、手元。よいしょ。ね、悔しいよね。フランスパンにクープを入れました。え、かわいい。すごい。やばい、楽しい。久しぶりにパン焼く。え、そうなんだ。あ、そっか、そう、実家帰ってから焼いてなかったから。え、待って、久しぶりってどれくらい？5日ぐらい。え、それ久しぶりだ。マジか。5日ぶり。5日前に、うん、なんか4種類ぐらいパン焼いて。すんごと。え、何焼いたの？食パンと、うん、チョコチップパンと、うん、
クリームパンと、いいな。あとアスパラの塩パンみたいな。お、すごいおかず系も。そう。なんかチョコパンとかクリームパンは甥っ子に、甥っ子たちにあげるようで。かわいい。そうなんです。食パンの配達。パンの配達。すごい。帰るときにした。それ何回も焼くってこと？オーブン何回？そう、4回に分けて1種類ずつ。絶対無理そんなこと。でもこねるのは全部機械だから。あ、機械なんだ。そう、なんか結構サボってる。機械あるの？機械あります。このすごいパンをこねる機械が。え、あのさ、今ホワイトソース作っててさ、いつもホワイトソース作るとき分量さ、めっちゃ適当なんだけどさ、うん、このバターとさ、小麦粉をこう焼いてるときってさ、うん、結構ドロドロになった方がいいの？ドロドロの方が美味しくないですか？わかりました。それの好み。全然なんだけど、なんかさ、溶かしバターの状態、まだまだ。あら、シャバシャバ。え、もう今日のためにね、小麦粉買った。私も今日のためにでけえ小麦粉買いました。あ、でかっ。今日小麦粉と強力粉1キロずつ。そっか、パンは必要だもんね。そうなんです。でもあのフランスパンは本当は準中力粉っていう、うん、間のパンだから。へえ。中力粉買うのだるいから2つ混ぜました。小麦粉と。あ、そういうこと。そう、それでもできるんだ。そうなんです。でもさ、それも全部独学でやってんでしょ？あ、でもそれはなんかもう常識みたいな。ん？常識？うん。パン作りの常識みたいになってるから。あ、いいですか？そうなんです。だからなんか、分かりました。自然と覚えました。あっつい。できるかな、ホワイトソース。マリアちゃんの料理も楽しみだな。見て、美味しそう。あ、ちょ美味しそう。すごい。ちっちゃいのに見せてくるね。ああ、いいね。とろみ出てきました。と、実家のオーブンは古くて温度上がるのが遅いんで、その間に上に乗せるやつさんもちょっと作ろうと思います。買ってきたの？買い物したの？あ、ちょっと買い物しました。今実家マジ何も材料なくて、うん、そうだからなんか大したものは作れないけど、普通実家の方が材料揃ってるくない？なんか今ちょうどうち実家誰も住んでないんですよ、うん、普段。え？そうか、そうなの？え、じゃあ今一人暮らし？え？なんか兄ちゃんたちはもう結婚して家出てて、うんうん、パパは今単身赴任で別のとこにいて、うん、でママも実家で今こんな一軒家で一人で暮らすのもって実家で暮らしてるから、うん、彩が帰ってきた時だけ家族みんなここに集まるみたいな。かわいい。素敵。そうなんです。だから何もなかった。なるほどね。でもみんなさゆりのために帰ってきてくれるんだ。そう、なんかみんなさゆりのことが好きみたいで。かわいい。嬉しい。ミシャとソースが絶妙。少なかったかな。何しよっかな、おきみサンドって。なんかね、最初ブロックハッシュ作ろうと思ったの。あ、最高。そう、でもなんかちょっと分厚いじゃん、このパンが。確かに。だからこれなんか重ねたらあれだなと思って。すいません、この昨日おとといクロックムッシュ作りました。え、クロックムッシュってさ、超美味しくない？え、マジで大好き。ね、大好き。すごいカロリー高そう。見なかったことにしましょう。そう、でもさ、ほんと美味しいじゃん。美味しい。やっぱ美味しいもんはちょっと高いカロリーが。え、なんかさ、クロック、え、どういう人？普通にやる人？なんかフレンチトーストみたいにする人？あ、でも私結構自分で焼いたパンでやるから、普通にパンの味も楽しめるように普通の感じかも。うん、あ、なるほどね。そう。なんか、液に浸してさ、フレンチトーストみたいにやるとさ、本当になんか、
超美味しいけどカロリーやばそうな味しない。間違いないね、絶対やばい。でも美味しいから、そう美味しいからいい、美味しいからいいんですけど。よいしょ。あ、暑そう。めっちゃ暑い。長野寒すぎて。え、寒いんだ。さっきまで上着着てた、寒くて。え、嘘。さっき18度ぐらいしか部屋なかった。寒いね、普通に寒い。さすが長野。塩と醤油入れます。ではスクランブルエッグ。めっちゃ美味しい。すごい、でもずっと、あ、美味しそう。できた。ずっと料理配信一緒にしたいって言ってたから、ね、このタイミングでできてよかった。でもさ、普通に同じキッチンでやりたいよね、いつか。え、やりたい。ね。スイッチが焼いたパンとマリアちゃんが作ったご飯で。料理だな。やりたい。パンってうちのオーブンでもできるのかな？オーブン機能あれば全然できます。めっちゃできるんだ。あとフライパンとかでも焼けるし。フライパン？うん。え？フライパンで焼くパンもある。発酵は？発酵はオーブンがあればオーブンの発酵機能でやったら早いし、そうじゃなくても今夏で室温が高いから、うん、普通に部屋にラップして放置しとけば発酵で勝手に。冷蔵庫入れれば一晩発酵とかもあるし。冷蔵庫でもできるんだ。そう、冷蔵庫だと一晩寝かせて、うん、発酵させて朝起きたら焼ける状態みたいな。作ったことない。なんかそういうあれでしょ、計量とかちゃんとさ、しっかりするタイプだよ。あ、そう、パンは結構グラム単位で、0.1 グラム単位で結構正確にやるかも。 0.1 グラム？そう、 0.1 グラムとか測れないんだけど。てか測り持ってない。私パン用に買いました。すごっ。でも実家のやつは1グラム単位だから、うん、ニュアンスでやってました。でもそれでもできるんだもんね。そうです。さやりんの発言がプロだって。嬉しい。全部マリアちゃんと違って全部独学だから間違ってるところも絶対あると思うけど、なんか経験則って感じで。オーブン全然温まんないな。え、そうなの？まだ入れてない？そう、まだオーブンの予熱が終わらない。今あと60度。なんかさ、ホワイトソースって切りなくない？なんか、うん、なんかどこで割ればいいかわかんない。そうだよね。うん。永遠作っちゃう。あるある。よいしょ。手元映ってないから本当にみんな何やってるか想像してもらわないと。本当だよね。パン、このまま食べたい。食べちゃえ。食べていいかな。バターで。え、でも我慢する。一口だけいい？えい、でもちろん。あ、いい音。うまっ。バターでさ、こんな美味しいんだ。パンがいいやつだから美味しそう。もうフライパンで焼いたの初めて。あー。でも結構フライパン上手に焼けるから好き。カリカリになる。うん。よいしょ。じゃあパンにホワイトソースのせます。最高。あ、絶対いいな。うわい。うわ、2つにのせる。やばい、パン焼き上がらないぞ、これ。やばいじゃん。実家のオーブンの性能の低さ舐めてた。自分家の方がいいんだ。自分家の方がめっちゃいいやつ。倍ぐらいでかいし。
ベーコン乗せます。あ、美味しそう。よいしょ。あ、美味しそう。なんか綺麗。絶対うまいやつ。ではまず乗せます。料理配信なのにトークがおもろい。やった。料理見せてないもんね。トーク番組ただの。顔を写してチーズも乗せます。待って、もう57分。あれやばいじゃん。10分までですよね。うん、うん。やばいよ。うん、ちょっともう入れ入れちゃうよ。本当に大丈夫。そう、終わったってことで、ちょっと一回オープン。お願いします。なんか喋ってる。よいしょ。昨日作ったラタトゥイユです。ラタトゥイユを乗せてみようと思います。美味しい。めっちゃ作っちゃったけど、すごい。これさ、パンに乗せたりさ、うん、パスタでも絶対美味しいもんね。絶対美味しい。何にでも。めっちゃいい匂い。最高。夏料理最高。そうか、もう夏っすね。夏です。梅雨です。やだな、雨ね。ほんとやだ。あ、画面から消えてた。おいしい、ラタトゥイユ。あ、めっちゃつまみ食いしてる、さっきから。バレた。じゃあこれをトースターで焼くかな。お、あー最高。そうだよね、ベーコン乗せちゃったし、焼いた方がいいよね。うん、おいしいと思う。焼いた方が全然。チーズ、え、ラタトゥイユの上にもチーズ乗せた方がおいしいかな。あー絶対おいしいと思う。じゃあ乗せます。やった。よいしょ。さやのパンはもうダメかもしれない。ダメじゃない、頑張って。終わった時に焼けるかも。だから焼き上がりは見せれるかも。やった。上に乗せるのは間に合わない。何乗せるの？なんか味噌と卵のとブロッコリーのなんかソースみたいなの今作ってるんですけど。え、おしゃれ。そう、作って終わるかも。おしゃれなんですけど。でもなんか、ね、どうしよう、ラタトゥイユが止まらない。あ、つまみ食いの域超えてる、いつの間にか。うん、食事食事してる。めっちゃ美味しい。こんな美味しかったっけ。おもろすぎる。ツナ入れたの。あ、最高。美味しそう。うん、美味しい。へえ、お姉ちゃんのご飯食べたいな。食べてほしい。でもさ、なんかさ、自分では美味しいと思って食べてるけどさ、うん、人からしたら好みの味かどうか分かんないじゃん。え、そう、それ怖いっすよね。そうだよね、それ不安だよね。そう、パンとか食べてもらうときめっちゃみんなの香りを伺っちゃう。めっちゃ美味しいよ。え、嬉しい。でも最近サーリーのパンもらってない。そう、みんなにまた配り歩きたい。お願いします。A 公演の時とか。あ、確かに。A 公演まだ A のメンバーさん全然あれだから。そうだよね、仲良くなろうと。あ、マジでこの前緊張したね、初日。死ぬかと思った。でもさ、毎日ほんと練習一緒に頑張ったよ。そう、なんかめっちゃ毎日会ってましたよね。ほんとに毎日会ってた。スバイ8の裏でも一緒に練習したりして。ほんとにありがとう。いやいやいや、こちらこそ。不安がいっぱいだったから。ほんとほんと、むずい。こういうさ、端っこってどうしたらいいですか、先生。そういう端っこはね、え、どうしたらいいんだろう。女性は好きだからそのまま食べちゃうけど、硬いなって時はフレンチトーストとかにすると。なるほど。あの、皮も染みて美味しいっていう。ありがとうございます。はい、最後はいつもフレンチトーストにします。バケット。なんだって。バケットはフレンチトーストにするのが一番好き。え、そうなんだ。そう、穴がいっぱい開いてるからいっぱい染みて美味しい。あ、染みやすい。そう、おすすめ。ずっと私は食べてる気がするよ、この配信中。おいしい。
しょ。これチーズ溶けたら終わりでいいかな。うん、チーズ溶けたらいいと思う。ベーコンってさ、はい、え、ベーコン大丈夫かな。ベーコンはでもチーズ溶けるぐらい火入ってれば大丈夫か。いけると思います。そうだよね、ベーコンってさ生でいけるの。どうなんだろう。でも加熱後、加熱後放送って書いてある。あ、じゃあいけそう。でも油めっちゃ下に残りますけどね、生で。そうだよね、だよね、わかる。楽しいな、人と料理するのね。ってか本当に同じキッチンでやりたい。やりたい。今めっちゃ物理距離めっちゃ遠いせ配信でやってるけど。あ、めっちゃパンいい感じ。映るかな。ちょっと分かるのかな。すごい茶色いのがいる。配信画面が反射して全然分からん。配信画面反射して全然分かんないんだけど。ダメだった。よいしょ。やばい、バチバチ言ってる。うまっ。このさ、うん、ただのトースターあるじゃん、普通のトースター。うん、それ焼くときさ、下にアルミホイルとか敷いた方がいいんですか。パンの場合には、でも粉パンだったら別に粉落ちるだけだから、それトレーで洗えばいいけど。でも今なんかバチバチ言ってる。上に油があるものを乗せるときはアルミホイルとかやった方が。ですよね、今バチバチ言ってます。掃除が楽っす。なるほど。まあ敷かなくても頑張れば掃除できます。もう壊れなきゃいいか、トースターが。うん、そうそうだよね。そうそう、すごいバチバチ言ってるけど。お皿どうしようかな。なんか可愛いお皿いっぱいありそう、マリアちゃんち。でも意外にない。欲しいんだけど、なんかさ、そんなに置く場所なくない。ない、うん、そう、自分の家全然ない。欲しいよね、食器。うん、なんかママがすごい食器集めるの好きで。いいな。うちなんか実家は食器だらけ。全部。本当だ、食器って本当大事じゃない。大事。乗せるかでさ、変わるじゃん。うん、同じもの作ってもお皿で盛り付けだよね。うん、超変わる。やばい、バチバチ言いすぎ。もうちょいかな。あ、待って、やらかした。何？パン焦げてる。あ、やばい。やばい。しかもなんか、大丈夫かな。やめとこ。やー、煙。ねえ。今めっちゃ声でかい気がする。口かよ。うわ、そういう時もある。ああ、ショック受けてる。黒い。あ、どうしたらよかったんじゃ。先に焼かなきゃよかったんか。あ、確かに。後で焼くなら、でももうちょっとその最初の焼き軽めでもよかったかも。悔しすぎ。まあ食べれる程度の焦げかな。あ、じゃあ全然焦げてるパンさえは好きだけど。どう？あ、全然いける。真っ黒じゃなかったら全然余裕です。そうだよね。それぐらいむしろなんか味なんか全工程ありがとうございます。結構さ、もうこの前クロックムッシュ作った時下めっちゃ焦げたから。焦げるよね。うん、クロックムッシュさ、うん、オーブン入れる人？オーブン入れた。二度焼きってことだよね。そう、二度焼きしました。焦げますよね、それ。焦げます。二度焼きは焦げます。そう、悔しい。アルミホイルとかで絶対下引くべきだったよね。そう、覆えばちょっと焦げ。ショック。かわいい。まあいいや。見た目は、うん、美味しそう。ちょっと下見ないでいただければ。上の方を。あ、最高。いい匂い。できるかな。あ、でも焦げ目ついてきた。お、すご。焼き上がりギリ。焼き上がって、はい、さようならってなりそう。これってさ、配信終わったらさ、コラボ終わったら配信自体終わっちゃうの？多分一回切れると思う。でも多分すぐ戻ってこれるよね。うん。だよね、そうだよね。そしたらじゃあ
それぞれでランキングんだ方がいいか。確かに。ね。方がいいかも。マリアちゃんの美味しそう。え、それな？ちょっと焦げてるけど。でも美味しそう。あー、ショックだなぁ。いや、でもバターで焼きたかったの、最初、パンを。うん、でも絶対に最初焼いた方が美味しいと思う。そうだよね。うん、バター少しになるし。え、ハンバーガーとかもさ、パンがさ、うん、絶対焼いといてほしいんだよね。おぉ、へぇー、まあ。バンズこだわり。そう。バンズを。絶対焼いてほしい。なるほど。洗い物するね。はーい。洗い物ね。早めにやらないと後で溜まると嫌になっちゃうから。そうなんだよ。あと何分ぐらいで焼けそう？あと3分。おお。でも、どうだろう。それで出せるかな？でもなんか、ちょっと早くいける可能性もなくはない。今の、ちょっと焦げて、いい感じに焦げがついてきたから。ソースみたいのはできたの？ん？ソース。あ、ソースはできました。え、美味しそう。え、何入ってる？ブロッコリーと。卵とブロッコリーとチーズと味噌です。味噌？そう。中の味噌が美味しい。そうだよね。そう。信州味噌みたいなやつ。そうです。信州味噌。え？じゃあさ、調味料的なのは味噌だけ？これは今味噌しか入ってないです。和風。気になる。作ってみてください。ブロッコリーと卵は何？炒り卵ですか？卵は今日炒り卵にしたけど、本当はなんかゆで卵を。あ、潰す。潰した方が、多分。うんうん、でも、ゆで卵でも同じようなもんだよね。うん。味噌美味しそうだって。味噌最高です。二人ともいい女で尊いだって。嬉しい。やっぱさ、キッチンに立ってる女はいい女に見えるのかも。いい女。どうも。なんかいいお嫁さんなりそうコメントめっちゃもらえますよね。わかる。料理してるだけで。そう。料理しかできないけど逆にっていう。そう。しかも自分のために作るのが好きなのに。あ、そうなんだ。そう。人に作るとかは、なんか、これ作ってとか言われて作るのはちょっとなんか。確かに。それは確かに。そうだよね。それが作ったやつを振る舞うのはいいけど。わかるわかる。そうそうそう。リクエストとかはちょっと、あ、大丈夫ですってなる。ね、なんか。そうなの。自己中、めっちゃ。焼けるかな。めっちゃいい匂いそう、お部屋。もう、ちょっとずつしてきた。いいな。なんか一時期さ、パン屋さんになりたいって思ったことがある。なんか、あ、最高。パン職人じゃなくて、うん、パン、販売？うん。店舗。匂い嗅ぎたい人？そう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 。幸せじゃん。お、かわいい。すごい。絵みたい。かわいい。よかった。間に合った。すごい。かわいい。待って、めっちゃいい匂いする。いいな。うん。それを上に乗せるんですか？カットして。そうです。おお。カットするのは今もう間に合わないので。そうね。じゃあ写真載せて。あ、パンで送るね、写真。送りつけよう。あ、写真、パンの写真送ります、後で。見せて、パン。はーい。じゃあね。じゃあね、いいの。もう時間だよね。やばい、もう時間だ。うん。スクショしてもらおう。あ、確かに。あ、パン持ち上げたい。熱そう、熱そう。すごい、アニメに出てくるパンだって。あ、いい。スクショしてください。待ってます。いいかな。よし。オッケー。ありがとう、サヤリン。ありがとうございました。またしましょうね。バイバーイ。はい、どうやって一回終了して、すぐ始めれば多分再開になる。ってことか。うん。じゃあ、また戻ってきます。テーブルに移動すればいいか。
ちょっと待ってね。ちょっと漏れるところです。はあ、暑かった。これを、あ、でもいい感じですよ。じゃあ食べてみます。じゃあこっちラタトゥイユのせた方からいくね。これはバターで焼いたパンにホワイトソース、ベーコン、ラタトゥイユ、チーズです。うん、バジルが鳴っちゃった。うまい。うん、ラタトゥイユのせて正解なんですけど、めっちゃ焦げも気にならん。じゃあこっち普通のクロックムッシュ的な方。ホワイトソースめっちゃ感じるから、なんか、相性がいい、すべてに。ラタトゥイユの方はベーコンいらなかったかもしれない。うまいです。結局は焦げも結局気にならない。ガリンガリン。うん、おいしい。反省点としては、最初のバターでパン焼くときに焼きすぎないこと、でも絶対やった方がいいことと、トースター入れるときに下にアルミホイル敷くことです。以上。ぐらい。ホワイトソースも美味しいし。ランキング読まなきゃ。でも待って、もう一口。うん、美味しい。え、ラタトゥイユ美味しすぎてやばい。どうしよう。ラタトゥイユって私こんな好きだったっけ。あんまりね、こんなラタトゥイユ好きって思ったことないけど、マイブームになりそうなぐらい美味しい。ラタトゥイユはナス、パプリカ、玉ねぎ、セロリを刻んで、ニンニク結構入れて、オリーブオイルで炒めて、塩振って、トマトピューレ入れて炒めて、トマトソース入れて煮詰めて、塩コショウで味付けしただけです。簡単。あとツナ入れたわ。ツナ缶オイル抜いて入れました。でも結構最強に美味しいのができた。こんな簡単だし、こだわってないのに、あったかくても冷たくても美味しいって感じです。じゃあランキング読みます。32位、マックスフリュージェル、ありがとうございます。31位、ゼファグンミニア、ありがとうございます。30位、スティーブグンミニア、ありがとうございます。お、ランキング変わった。ここは変わってないか。29位、ワンタン麺、ありがとうございます。28位、あやかん、ありがとうございます。27位、ホアン、ありがとうございます。26位、ヒロアットグンミニア、ありがとうございます。
部閉めます。25位、ヤッチ試食の女王マリア、ありがとうございます。24位、ミッツ、ありがとうございます。23位、おやちゃん、ありがとうございます。22位、ひろのりぐんミニア、サーリンコラボありがとう、ありがとう。21位、ひろ、間違えた、ひかる 400X、 2人のコラボメニュー食べてみたいね。サーリンの完成形もめっちゃ見たいです、ありがとうございます。20位、ゆうゆう、マリア、ん、名前が読めない、ゆうゆう、マリア、お嫁の続きが読めない、お嫁、マリアお嫁、ありがとうございます。19位、タチゴールグミニア、ありがとうございます。18位、ケンケングミニア、コラボ楽しかった、よかった、なんかバタバタしちゃったからまたしっかりやりたいです、ありがとうございます。どこだ、17位、ジャンアットグミニア、ありがとうございます。16位、ミヤコブルー塩パングミニア、ありがとうございます。15位、フットグミニア、見てたらお腹すいた、じゃーん、ありがとうございます。14位、タカピロ、ありがとうございます。13位、ウナギイム群マニア、ありがとうございます。12位、風と海と、ありがとうございます。11位、タートシー群ミニア、草野球から帰り中、お、お疲れ様です、天気良くてよかった、ありがとうございます。10位、アタック犬大西軍、ありがとうございます。9位、リョウあと幕張の群ミニア、ありがとうございます。8位、カンタとカンカン、ありがとうございます。7位、ハギハギももちゃん大好き、ありがとうございます。6位、カズミン群ミニパン、ありがとうございます。5位、幼いクリーニング群ミニア、キッチンカー待ってます。確かにキッチンカーとかサンドにしちゃえばめっちゃ合いそう、キッチンカー、キッチンカーとか憧れだな、ありがとうございます。4位、船長群マニア、ありがとうございます。3位、黒陽さん、ありがとうございます。2位、三角おむすび群ミニア、ありがとうございます。1位、宗介群ミニア、目指せチームメイト上位独占、本当にそれはね、さやりんとかと七瀬とも話してます、チームメイトでなんていうの、ワンツースリーフィニッシュできたらいいねって二人と話したりしてました、ありがとうございます。じゃーん、ちょっとコラボがね最初うまくできなくてすいませんでした、なんか私のショールームがバグっちゃった最初。またやりたいし、同じキッチンでやりたいって思いました。じゃあお時間ですと剥がされたのでそうですね、終わるんですけど、今日はこの後は9時からと11時15分からです。3時間予定組めてないから、もし早く帰ってこれたら配信するかもしれないですって思ってます。じゃあお時間ですのギフトスタンプ欲しい、剥がしスタンプじゃあ終わります、ありがとうございました、バイバイ、ありがとね、あ、パンの写真載せます、またね、バイバイ。